ップ10、長安橋。これは、中華人民共和国の炭鉱都市、武順に存在した。木、ケーブル像とおぼしきプラットトラス橋梁です。アテナ、通信面の体裁からして、多分昭和初期の発行ですが、結構な景観数を有する、トラス橋梁みたいです。大体100年前くらいの、多分今は存在しない、大規模木造橋梁。ありますね、ロマンが。国の違いか、はたまた時代の違いか、たもと付近の構成物が、かなり独特です。まずこれ、トラス構造の入り口上部にしつらえられた、変額っぽいなんか、もの。これは、日本に現存する古のトラス橋梁にも、似たようなものが、見られる場合があり、トンネルに多く見られるそれと同じように、その橋の名称などが、記載されていたりします。この板も、同じ属性のものなんでしょうか。で、そのちょっと下のこれ、路面上部に組まれた謝罪の、根元に、なんかいた。謎です。なんだろう。鉄橋などに見られる、工事名板の、木製のバージョンなんでしょうか。そういうのがあったとしたら、ロマンだよな。親柱、向かって右側です。竣工年次とおぼしき記載が見られます。あんまりよく、読めませんが。なんちゃら2年、11月、建てる、みたいな。親柱に竣工年月が記載されているのは、日本の橋梁にも、今でも一般的に見られるので。全面んって感じがしていいですね。上がる。いかがでしょうか。左側の親柱。こちらにも、上の方に明らかになんか、記載されていますが。全然読めません。細かい字がびっしりだ。あるいはこっちが、工事名板的なあれなのか？で、一番わからずインパクトがあるのが、この通行者のお二人の、足元を横切る。謎、角材です。なんでこんな、めちゃめちゃけっつまずきそうだけど、馬車やらなんやらを、通行させないための、現代でいう、車止め的なものなんでしょうか。日本の橋にもあったのかな、かつては、こういうの。全くわからんな。古い橋というだけでわからんのに、海外だから、よりわからん。ふわふわしちゃうね。絵はがきのタイトルでググってみたところ、こんなウェブサイトが見つかりました。学習院大学国際研究教育機構、古写真プロジェクトの、ウェブサイト様だそうで。出典は不明ですが、おそらく今回の絵はがきの橋とおぼしき、橋梁の情報が、引用してみますと。もともと城壁に囲まれた武順の町は今河の北側にあった。炭鉱が今河の南側にあったことから、新市街は川の南側に新しく作られることになる。その両者を結ぶ橋が長安橋で、日本人は長安橋と呼んでいた。当初、武順で今河を渡る橋は簡易的な木造の橋や浮き橋であった。ここに本格的な橋が架かるのは1907年のことであった。武順地県、県の長官の庭園公が永景安乱、川が氾濫しないように永遠に安泰であることを願うの意を込めて永安橋と名付けたという。1932年に満鉄は中東鉄道の廃材を用いて鉄筋の橋梁に架け替えた。だそうです。本格的な橋が1907年、鉄筋の橋梁が1932年の仮設だそうで。この絵はがきの橋梁は、鉄橋には見えませんので、1907年仮設の、本格的な橋の方かな。なお同ページには、1932年仮設の鉄橋と題されて、このような絵はがきの画像が、掲載されていますが。どうも、橋のシルエットからして、木造チックな印象を受けます。1907年の方じゃないんでしょうか。こちらは別アングルの絵はがき。やっぱり木造感の強いのは、同じですが。奥になんか、頼りない感じの別構造の橋梁が、接続されているのを確認できます。こちら、一個前の写真には確認できず、ウェブサイトでも触れられていませんが。なんでしょう。木造トラスになる前の、さらに古い橋の名残でしょうか。増えちゃった。謎が。謎を放棄したまま、
現在の長安橋を感じてみましょう。ここが現代の武順。なるほど、炭鉱都市って感じの空撮風景。で、Google マップに登録されている長安橋が、ここ。なんですが、空撮と地図が、かなりずれています。こっち。これが現在の、長安橋。本国のファンサイト様によると、1932年に架け替えられた鉄橋は、1993年に一度、改修を受けたものの、その後2005年に大規模な架け替えが行われ、現在の形になった。そうです。道路規格は、環六の片側3車線、計6車線のマンモス橋梁に、大改修されとります。中国なのでストリートビューはありませんが、なんか写真投稿があったので、見てみますと。おお。めちゃ現代的になっとる。あれが長安橋ですね。中央の景観が社長形式の、単純桁橋。とかでしょうか。木造の時代からして、立派な橋梁でしたが。さらにごっつくなっとる。すごい。と。いう感じで。中国の橋の、今昔でした。よかったうすね。